はい、こんにちは、白塚です。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第420回をやっていきたいと思います。で、今何をやってるかっていうと、まあ、理想の指導者を目指しましょうと、で指導力を高めましょうという話をしてるんですね。で、具体的にはまず理想を描いて現実を直視して、理想と現実の差を埋めていくという、まあ、この3段階になるわけです。で、理想の指導者像を描くというのは、具体的には身近な指導者の長所を具体的化すると、ね、実在の人物でもいいし、歴史上の人物でもいいわけですけど、自分はどういった理想の指導者を目指しているのか、その人はどういう特質、どういう性質を持っている人なのかというのを、まあ、言葉にしましょうと。ね、そしてその他者と共有して気づきを得ましょう。自分はこういう資質を持っている人は理想の指導者だと思っていると。で、他の人は別の指導者の資質を、ね、特徴として挙げているかもしれない。それをこう共有して、自分が何を感じるのか、共感するのか、それとも共感しないのか、共感しないのはなぜかっていったことから、ね、どんどんその理想の、指導者像っていうのを明確にしていくということですね。そしてあるべき姿を自覚するということですね。まあね、想像上の、ね、歴史上の人物っていうことであれば、まあ、頭で明確に描くということになりますけれども、もし実在しているというのであれば、もうその実在している理想の指導者と1秒でも長く多く時間を共有するということですよね。まあ、理想的にはその伝統芸能の世界で言われている徒弟制というものですよね。もう理想の指導者のと、ね、1秒でも長く一緒に時間を共有して、その師匠の時間の使い方、お金の使い方、人との接し方っていうのを常にこうね、目の当たりにして、自分から主体的にその師匠の、ね、考え方っていうのを学び取るということですね。それが一番、まあ、実は最速で最も効果が高いということをやりました。で、2番目として、じゃあ現実を直視しましょうと、ね、じゃあ今実際自分はどれぐらいの実力があるんですかということですよね。自分のまず現実で、今のそのスタート地点のその実力というのをはっきりし、ま、明確にしましょうと。で、そうした時に方法としては、1、他者評価から分析する、ね、他の人から自分に対しての評価っていうのをもらって、ね、それでこう自分の認識との差を、ね、見るということですね。例えば自分はできてると思って5って思ってたとしても、他の人は3ということであれば、自分はできてると思ってるんだけど、実際他の人から見たらできてないわけですね。それは自分の弱みであり、ね、改善点と、ね、これから、ね、高めていかないといけない分野ということになります。逆に自分としてはできるのが当たり前だと思ってて、別にすごいことができてると思ってない3と。だけど他の人がから見たらすごいと、いや、あの人はできると、ね、すごいっていうふうに思われているということであれば、それは実は自分の強みであり才能なんですよね。自分としては当たり前だと思ってるんだけど、それは、まあ、みんなにとって当たり前ではなくて、実は自分はその分野に対して能力が高い、才能があるということですよね。で、それでこう自分の強みっていうのを発見できて、強みをさらに磨き上げていくということで、やっぱりこう現状っていうのが分かるということですね。はい、次は自分の過去を振り返るということで、自分の一番深い考え方、価値観っていうものは一体何なのかといったときに、ね、その体験、過去の体験っていうのがその、ね、発見のきっかけになるということですね。特に自分が強い感情を伴った体験、例えばものすごい喜んだとか、ものすごい感動したとか、まあ、そういった体験っていうのは自分の考え方、価値観っていうのにすごくね、影響があると、ね、その喜びの源泉とか感動の源泉に当たってたということですよね、その体験がね。じゃあなんでその時もそんなに喜んだんだろう、なんでその時そんなに嬉しかったんだろう、感動したんだろうっていうのを考えると、実は自分が一番大事にしている考え方、価値観っていうのが見えてくるということです。もしくは逆ですよね。自分にとって一番きつかったこと、辛かったこと、しんどかったことですよね。逆境、挫折っていったことを振り返ることで、じゃあなんでそれを乗り越えることができたんだろうって言った時に、ね、自分が拠り所にしてた信念とかね、そういったものがあるわけですよね。いや、これだけは譲れないと、どうしてもこれだけは守り抜きたいと、ね、これだけは絶対に守り抜きたい、信じ抜きたいと、ね、譲れないというのがあったということです。で、それがあったからこそ乗り越えられたんですよね。じゃあなんで乗り越えられたんだろうっていうのを逆から考えると、実は自分はその、ね、最も大事だと思っている考え方、価値観っていうのを自分の心の奥底に持っているということが見えてくるということですね。だから、まあ、自分の過去を振り返ることで、感動体験から自分の価値観を振り返る、もしくは逆境挫折体験からなんで乗り越えられたのかっていうので、自分の考え方、価値観っていうのを振り返ると、そしてこう自分に対しての、ね、理解っていうのを深めていくということですね。
はい、そして他人を鏡にして自らを映すと、ね、実在している理想の指導者もしくは歴史上の実在、歴史上の、ね、指導者、まあ、この歴史上の指導者というのであれば本ということで形になりますけど、本を鏡にして、ね、じゃあ自分は今、ね、何が不足しているんだろうと、ね、その人に比べてどういう知識どういった、ね、技能というのを今から高めていかないといけないんだろうというのを、ね、映し出していくということになるわけですね。それでこう自分の強み弱み、そして自分の考え方価値観、あとは身につけないと身につけていく必要がある知識技能というのを、まあね、はっきりさせるということですね。で現実を把握しましょうということ、そして理想と現実っていうのがはっきりしたならば差がありますから、その差を埋めていきましょうということで、一番経験から学ぶということですよね。とにかく人が学ぶことができるっていうのは試練とか逆境とかね、ちょっとこうハードルの高い、ね、挑戦、こういったものが、ね、人を一番学びに、ね、促すわけですから、その学びの中でなんとか諦めないで一生懸命乗り越えていこう乗り越えていこうとして、なんとかそれで結果を出そう結果を出そうということをしていると、ね、経験のあと自分の考え方とか行動が変わって学んでいくということができるということですね。それによってこう差を縮めていくことができるということです。それから前回やったのは成功体験を積むと、やっぱりこう、ね、成功体験っていうのがないと本物の自信っていうのはやっぱり出てこないわけですよね。一回成功体験を積むとそれが自信になってやればできるんだと思ってね、そして自分は一回成功できたということで体の中に成功の、ね、型とかが入って、ね、その同じような似たような成功というのを複製して繰り返すということもできるし、周囲の人からの信頼とかも上がるし、ね、その周囲の人からの信頼が上がると自分に新しいチャンスっていうのも来やすくなると、ね、でいろんなチャンスを、ね、やっていく中でいろんな、体験を積んでいく中で初めて本当に自分のやりたいことっていうのは見えてくると、で自分のやりたいことに集中するとさらに成功しやすくなるということで、あとはもう人生というのはすごい好循環に入っていきやすくなるということですよね。だから一番難しいのは一番最初の1回目の成功体験が一番難しいので、とにかくもうね、そんな簡単に逃げないで、とにかく1回は成果を出すと、ね、自分が決めた目標を必ず達成すると、何が何でも達成すると、成功体験を1回積むと、0から1を作るというのが一番大事だという話を前回しています。で今回は自己効力感を高めるという話ですね。でこれはもうね、ちょっと復習にもなるんですけど、ただものすごく大事な概念なので、ね、自分自身の教育、そして他者への教育って言った時に、究極的に教育って何ですかって言ったら自己効力感を高めることなんですね。自分を教育するっていうのは自分の自己効力感を高めていくってことであり、で他者を教育するってことは他者の自己効力感を高めていくってことなんですね。だからその自己効力感を高めるということをとにかく一番重要に考えて、そして教育していく指導していくということです。もちろん自分自身が指導者として、その指導者としての自己効力感を高めていくということですね。もう究極的にこの自己効力感というのが全てと言っても過言ではないので、ちょっと復習にはなるんですけれども、もう一回ね、振り返りをしてみたいと思います。自己効力感というのは何かというと、自分の能力に対しての 感覚ですね。自分は能力があるという感覚が自己効力感ということになります。求める結果を導くことができるという有能感、自分には能力があるという感覚ですよね。感じ方、感覚が自己効力感というものになります。自分はできると、ね、やればできるとっていうその感覚ですよね。有能感というのが自己効力感ということになります。ね、でその自己効力感というのを2つに 分解すると、1つはある結果を導くための行動を取ること、ある結果を導くためにどのような行動をすればよいかというのが予期できると、予想できるということですね。あ、これ達成するにはこれをしたらいいんじゃないかなとい う予想することができる力ですね。これが1つ。もう1つは自分にはその行動をする能力があるということですね。でこの2つの能力を合わせて自己効力感というふうに言っています。で表現を変えると、目標があって現状があります。目標があって現状がある。そうした時に目標、どうすれば目標達成できるんだろうっていうのを常に自分の頭の中で考えているわけですね。でそうした時に、あ、 A をすればいいというふうに、ね、まずそのどうすればいいのかっていうのを予想できると、これが自己効力感の一つですね。でそしてしかもですね、しかも自分は A をやろうと思ったらやれる能力を持っている。これは今できるかどうかじゃなくて、それを実際身につけていくことができるかっていうことですよね。例えば、何でもいいんですけど、ね、例えば今までね、パソコンっていうのが、ね、やったことがないと、ね、だから今パソコンができるかどうかはどうでもいいんですよ。ただ、ね、パソコンを使って何かをすればいいっていうのが分かった時に、
ね、自分はパソコンを、ね、やろうと思ったらやれると、ね、今やれるかどうかは別としても、ね、やろうと思ったらやれるというふうに感じられる感覚ですよね。それが自己効力感です、ね、あ、自分も、ね、あのパソコンで何か、ね、結果を出している人がいるとか、パソコンをうまく活用しているからこそあの結果が出ているって言うんだったら、だったら自分もそのパソコンをやろうと思ったらやれる、今まではやってなかったから やれなかったかもしれないけれども、やろうと思ったらやれると、それだけの能力を自分は持っているっていうふうに感じられる感覚ですよね。これが自己効力感というものになります。でなので、どうすれば目標達成できるんだろう、あ、これやったら いけるっていうふうにまず思えると、ね、まずそういうふうに思える、その結果に対しての方法を予想できる、予期できるというものが一つ、そしてさらにそれを、ね、自分はやろうと思ったらできると、ね、その行動に対しての、ね、自信ですよね。自分はそれをやろうと思ったらできるという行動に対しての自信というのが、この自己効力感というものになります。だから、まあ、人間にとって最も大事な、ね、感覚と言っても過言ではないですよね。自己効力感が高い人っていうのはやっぱ目標を達成していくし、自己効力感が高い組織っていうのはやっぱ目標を達成していくチームになるんですよね。で、自己効力感が低い人っていうのはやっぱりなかなか目標を達成するのは難しいし、自己効力感が低い組織っていうのはやっぱりなかなか目標を達成できないと。だから一番大事な、ね、考え方、概念と言っても過言ではありません。じゃあどうやったら自己効力感というのは作っていくことができるんですかということで、まあ、4つですね、まあ、これも復習ということになりますけど、とても大事なことなのでもう1回振り返ってみたいと思います。1は成功体験、これはもう2番目でね詳しく説明したので、もう今回は省略します。やっぱり1回成果が出ると本物の自信が出てくるということですね。で、2番目、他人の成功の観察。自分自身の成功じゃなかったとしても、自分の間近で何か成し遂げる人を見たということであれば、あ、人間ってこんなこともできるんだということが分かるわけですね。例えば 100m を、ね、人類の誰も、ね、10秒以内に走れなかったと、みんな10秒3とか10秒5とか10秒2とかで、ずっとみんなが10秒以上を、ね、100m 走るのにかかってたと。しかしたった一人、ね、9秒99で走った人がいたと、ね、でそれを見たと、ね、例えば実物を見たとかテレビで見たと。そしたら、あ、人間って100メートルを9秒台で走ることができるんだというのが分かるわけですね。だから自分の頭の中で作っているその人間の能力に対しての限界みたいなものが外れるわけですよ。そうすると一人の人が9秒台で走ると、もう次から次にどんな他の人も9秒台で走り始めるということですよね。だから人間はこれぐらいのことしかできないという無意識の壁があるわけですけど、その壁が他の人の成功を見ることで外れるわけです。あ、それが可能なんだっていうことが分かるわけですね。で、それでこう可能性が広がって、実際自分も最初は他者の成功の観察だったんだけど、実は自分も同じような成功ができるようになるということですね。だから人の成功を観察するっていうのも自己効力感を高めますよということですね。はい、それから他者からの肯定的な振り返りということですね。まあ、今回はね、これをちょっと一番大事だというふうに置きたいと思います。で、前回はこれが一番大事ということで、これをね、中心的に話したんですけど、今回はこれですね、他者からの肯定的な振り返りということです。要するに、あなたならであればできるよと。これですね。この言葉っていうのが実はすごく大事だということですよね。だから人間っていうのはこう付き合う人を選ばないといけないってよく言われるんですけど、自分に対してね、その批判的な人とか非難してくる人とかね、攻撃的な人っていうのは極力ね、あの人間関係っていうのはやっぱ避けた方がいいんですね。繰り返しになるんですけど、人間にとって最も大事なのはこの自己効力感っていうものだって言っても過言じゃないんですよ。で、自己効力感で自分ならできると思ってるからできるわけですよ。自分はできないと思ってるんだったらやっぱできないんですよ。本人さえ、やろうとしてる本人さえできないと思ってるんだったらそれは絶対できないんですよ。だけど本人はできるって思ってるんだったら、多少その途中でね、何回か試練に当たったり困難にぶつかったりね、失敗したとしても最終的にはできるようになるんですね。まあ、できるようになるまで続けるってことができるんですよ。改善を続けるってことができるわけです。ただそうした時にやっぱこの他者からの、ね、言葉、他者からの言葉っていうのはその本人の自己効力感を上げたり下げたりするわけですよね。で、他者がこの人をね、すごくこう非難したとか批判したとか、ね、もしくはその厳しいことを言ったとね、すごく説教したとか叱責したということになると、本人の自己効力感がガーッと下がるわけですよね。で、そうすると、ね、できるものもできなくなっちゃうんですよね。で、相手はね、その
あなたのためよみたいな感じでこう言ってくるんですけど、他者、自分でこう厳しいことを言うと、でこの人はこの人のためっていう体裁を取るんですけど、それは単なるこの人の自己満足であって、実際はねそうならないんですよ。実際は、ね、実際はこの人の自己効力感が下がっちゃうので、結果的にこの人のためにはならないんですね。この人のためにはならないんですよ、ね、だから厳しいことを言って、この人はねこの人のために、ね、あなたのためよという体裁で厳しいことを言ってくるんですけど、ね、この人を説教したりね、叱責したりね、非難したり批判してね、あなたのためにこういった、ね、ことを言ってるんだよ、私は本当は言いたくないんだけど、あなたのために厳しいことを言ってるんですよみたいな、説教してるんですよと、叱責してるんですよっていう態度を取ってるんですけど、実際はそれはね、相手のためにはなってないんです。で、単に相手のね、自己効力感が下がって、でこの人は結局この人のね、夢実現っていうのをね、邪魔してる存在でしかないんです。だからそういう人とはね、もう付き合ったらダメなんですよ。こういった人とのね、関わりっていうのは極力もう避けるということですよね。もうこの自分の自己効力感、最も人間にとって大事だと思われる自己効力感を下げるような人が、自分の夢実現の応援者であることはまずないと。いうことです。だからそういう人との関わりっていうのは極力避けるということです。逆にね、これですよね、あなたならやればできるよとね、あなただったらやればできるよっていう人と積極的に付き合うわけです。そうすると自分ならやればできるっていう自己効力感が高まっていくので、途中で何回かね、非難されたり、ね、失敗したり挫折したり、ね、逆境にあったとしても、自分ならできるっていうふうに思ってると、最終的には成し遂げることができるんです ね。だからその試練を乗り越えられるか、困難を乗り越えられるかどうかっていうのは、その自己効力感にかかってるわけですよ。もし自己効力感が低いと、試練とか困難に当たった時にやっぱり自分はダメだって言って、もうね、起き上がれないんですよね。もう立ち上がれないんですよね。だけど自己効力感が高ければ、同じ試練に当たった、同じ困難に当たったとしても、結局この人はその試練困難を乗り越えるまで挑戦を続けることができるんですね。だから自己効力感というのが最も大事だと、ね、みんな一緒なんですね。こう人によって最初からうまくできる人はいないから、ね、人によって最初はその人は知識技能っていうのが十分じゃないんですよ。知識技能が不十分なんですね。だから誰がやってもうまくいかないんですよ。その時に試練に当たった、そこまでは一緒です、ね、別に試練に当たらないでうまくいく人がいるんじゃなくて、試練に当たるのは一緒なんです。ところが自己効力感が低い人だったら、もうね挫折して終わりなんですよ、ね、もう立ち上がらないんですよね。もう挑戦しなくなっちゃうんですよね。あ、やっぱり自分はダメだというふうになるわけです。しかし自己効力感が高い人だったら、あれと、ね、自分は絶対乗り越えられるはずなのに、絶対成功できるはずなのに、絶対うまくいくはずなのに、うまくいってない、おかしいなということで、うまくいくまで挑戦を続けることができるんです。だから成功できるんですよね。ここ自体は一緒なんですよ。試練に当たるっていうところまでは一緒なんですね。その試練に当たった時に自己効力感が低い人は挫折して挑戦をやめて終わっちゃうんです。だけど自己効力感が高い人だと、試練の後でもね、それをね、自分は乗り越えられるはずだ、成し遂げられるはずだ、うまくいくはずだ、目標達成できるはずだと思っているので、だから何回も何回も行動を改善して改善して改善して、最終的に成功までたどり着くことができるんです。だからあなたならやればできると、こういう人との付き合いというのをとにかく増やしていくということが大事です。自分の自己効力感を高めてくれる人と付き合い続けて、自分の自己効力感を上げるということですね。で、自分で自分を反省したり内省するのはいいんですよ。自分はもっとこういったところを改善していった方がいいんだろうなって自分で感じるのはいいんです。人から指摘される必要はないんですよ。人から指摘される必要はないんです。で、ややこしいんですよね。教師とか親でね、あなたのためにこの厳しいことを言ってるのよみたいな、あなたのためみたいな体裁を取るから、ものすごく 見分けが難しいんですけど、実際はあなたのためじゃないです。で、単にこの人の元気をなくさせるだけなんですよ。単にこの人を落ち込ませて自己効力感を低下させるだけなんです。だからそういう人とはもう極力付き合わないと。
でもこういう人とはね、こういう人が近くにいると自分の夢は叶わなくなっちゃうので、もうね、あ、この人は自分の夢をね、邪魔する人なんだと、自分の、夢実現にとって、まあ、邪魔な人なんだということで、極力付き合う人は選ばないといけないということです。もし付き合うというならば、自己効力感を高めてくれる人とね、付き合うということがすごく大事だということですね。はい、あとは健康ですね。これ心身一体、心と体は一体なので、ね、結局自己効力感というのは心なんですけど、実は心というのは体と一体ですということですね。だから体が病気だとか、ね、病気がちだとか、ね、すごく体が弱っているとか、体に元気がないっていうと、どうしても自己効力感は落ちてしまうということですね。例えば自分はすごくね、健康ですと、元気ですと、エネルギーが溢れてますということで、体が元気だとどう、ね、それに伴って心としても自分ならできる、やれるという、その自己効力感が上がっていきやすいということですね。で、この自己効力感さえあれば、理想と現実のギャップが大きかったとしても、必ずここの、ね、理想までたどり着くまで、本人が何回も何回も挑戦し続けて自分の行動を改善し続けるので、必ずその目標まで達成させることができるということです。だから最もね、人間にとって大事なものっていうのは自己効力感って言っても過言じゃないということですね。こう自分で自分を教育するときも自己効力感、ね、自分が人を、ね、指導者として部下を導くときも相手の自己効力感を高めてあげるということが大事だということですね。で、どうやったら自己効力感というのが高まるんですかって言ったら、とにかく成功体験を積む、もしくは相手に成功体験を積ませる、ね、そして他人の成功を観察する、ね、成功者の近くにいて成功を実際間近で見ると、あ、人間ってこんなことも可能なんだっていうのを学ぶということです。そして他者から、ね、肯定的なプラスの言葉をどん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 もらうということですね。そして健康ということで、自分の、ね、心身は一体なので、体を健康的にね、制御する、要は体を健康的にするにはもう2つですよね。食べ物と運動ですから、自分の体を良くする食べ物を食べ、そして自分を、ね、エネルギッシュにしていく運動をする、まあ、筋肉をトレーニングするとか、柔軟をするとかっていう形で、どん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 健康的になればなるだけ、ね、心の方の自己効力感っていうのも上がっていくということですね。はい、今回の動画があなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。